D 坂の殺人事件は1925年に発表された江戸川乱歩の短編探偵小説。乱歩が創作した代表的人物である名探偵、明智小五郎の初登場作。博文館の探偵小説雑誌、新青年の1925年1月号に掲載され、6ヶ月連続短編掲載の一作目に当たる。密室殺人事件を 私と素人探偵、明智小五郎が追求していくという本格もの。なお、D 坂とは、東京都文京区本郷の団子坂のことである。また、著者の乱歩含め D 坂と略記されることもある。書籍刊行としては1925年7月の創作探偵小説集第1巻心理主権が初。また、明智小五郎シリーズの代表作として、映画や、 テレビドラマとして数多く映像化された。新青年新年増刊号に掲載された。D 坂で起きた密室殺人事件を私と素人探偵、明智小五郎が追求していくという短編推理小説。江戸川乱歩が自作に明智探偵を初登場させた記念碑的作品である。文中で心理学と犯罪の関係について触れられており、これは続編。 心理試験のテーマとなっている。団子坂本作には古本屋と蕎麦屋が登場するが、乱歩は作家になる前に様々な職歴があり、大正8年には東京市文京区本郷駒込林町の団子坂で弟二人と共に実際に三人処房という古本屋を営んでいた。この古本屋で乱歩は居候の友人と二人で推理小説の案を練っていた。 事件の舞台である D 坂とは、この団子坂のことである。また劇中には蕎麦屋もの木並びで登場するが、乱歩自身も品蕎麦屋を経営していたことがあった。その後も、職を転々とした後、大正十一年に職を失った乱歩は、妻子と共に、大阪府森口市、八島町の父の家へ移り、江戸川乱歩の筆名で、団子坂時代に考案した筋書きをもとに、 二千銅貨と一枚の切符を書き上げた。森氏タウソンが二千銅貨を賞賛し、人気推理作家の小堺吹きにこれを渡したところ、両作品を吹きが激賞したため、大正12年に二千銅貨と一枚の切符が探偵雑誌新青年に掲載されることとなり、江戸川乱歩のデビューとなった。新青年で乱歩は恐ろしき作後、 翌大正十13年に、に敗人、創世児と発表を続け、大正14年に1月号に本作を発表した、ランポは、その続編、心理試験の原稿を小堺付きに送り、探偵小説作家としてやっていけるかどうか、判定してもらった。2月号に掲載された、心理試験は、世評もよく、吹きからも激励されたことから、 当時、31歳だった作者の江戸川乱歩は、専業の職業作家となることを決意した。本作は、乱歩によると、誰かが不自然だと言って避難した坊島の浴衣と、格子のトリックが、実は、出発点であったという。乱歩は当時大阪の京阪電車沿線の外、森口町に住み、毎日、大阪まで電車で通っていたが、ある夕方、電車を降りて、家に帰る途中。 線路に沿った田舎道を歩いていて、鉄道の線路と人道との境に立ち並んでいる古い枕木を黒焦げに焼いて、針金を張った通行止めの柵に目を引かれた。歩いていると柵の黒い棒がちらちらと後へ流れ、棒と棒の間から向かい側の地面が現れては消えた。乱歩はそこに何かしら錯覚の死が潜んでいるような気がしたと語っている。 そのうちに太い棒柄の浴衣が頭に浮かび、さらに、大阪商事のマイラドが連想され、あのトリックが作り上げられたのだという。乱歩にとってこういう思いつきは全く、運のようなもので、後になると案外つまらないが、この思いつきに陶水する程度の代償によって、出来上がる小説の良し悪しも定まるのではないかと、語っている。本作は乱歩自身、本格探偵小説と銘打った。 密室トリック作品である。乱歩によると、その頃、日本の紙と木でできた建物では、モルグ街のような密室探偵小説は書けない。日本に探偵小説がないのはそういう生活様式が大きな理由になっているという説が行われていたので、必ずしもそうではない。こういう風に書けば、日本の建物でも密室が構成できるという一例を示す気持ちがあったといい。 大南北の犯罪劇に浸水し、黒岩類校の翻訳探偵小説に浸水し得た、日本人は、神と竹の家に住んでいても、決して探偵小説嫌いではないということを主張したかったのであると述べている。乱歩は公爵士神田白竜をモデルにした、素人探偵、明智小五郎を本作で、初登場させている。この頃、ン歩は、白竜を初めて聞いてひどく感心し、 顔や姿も気に入った。当時は今よりももっと痩せていて、いい意味の危険な感じを多分に持っていたといい、そこで何気なく白竜を素人探偵のモデルに使ってみたわけであるとしている。乱歩は明智を本作限りのキャラクターにするつもりだったが、評判が良く、以後の作品に引き続き登場することとなった。乱歩の自中自会では別に決まった。 主人公にするつもりはなかったのだが、方々から、いい主人公を思いつきましたね、と言われるものだから、ついその気になって、引き続き明智心を登場させることになった。と語っている。本作の挿絵は、初出版では、一木トンが担当した。明智の要望は、ごつごつした、怪人物風。草原推理文庫版では、宗方志向による版画挿絵が使われている。 作中での明智の君はポーのルモルグやルリューの黄色い部屋などの材料になったあのパリのローズ・デラコート事件を知っているでしょうというセリフはランポがストランドマガジン1915年10月号に掲載されたオリジナリティ・イン・マーダーという記事を参考にしたものである本作と自作心理試験の出来栄えを高く評価した森下ウソンは 乱歩が専業作家になることを応援する試みとして、新青年史上で6ヶ月連続短編連載を企画した。本作の掲載は、以降、心理試験、黒手組、赤い部屋、幽霊、白チューム、指輪、屋根裏の散歩者と続き、探偵小説家としての名を揺るぎないものとした。本作は、乱歩自身も、私の短編の代表的なものに属すると、 位置づけている。書室誌、新青年では、冒頭に次のような編集部の一文が載せられた。厳密なる意味よりして、我が国における、唯一の探偵作家たる、江戸川浦が歩み誌の力作を紹介する。氏が、探偵作家としての非凡なる手腕は、かつて本誌上に発表されたる、二千同化、恐ろしき作もその他の作品により、質に認められるところ。 本編は特に詩の力作に係り、構想の妙、取材の精神、思考して文章の流霊調達なる、真にこれ海外探偵小説会にも容易に求めがたき傑作、あるいは本郷書像の作品中にあっても最も傑出したる作品の一つに参不べきか。新青年1925年1月増刊号また、本作末尾には乱歩の次のような作者吹きが載せられた。 わずかの時間で執筆を急いだのと、一つは、あまり長くなることをもんぱかれたためとで、明智の推理の最も重要なる部分、連想診断に関する話を正規することができな、かつたことを残念に思う。しかし、この点はいずれこうを改めて、他の作品におて、十分に書いてみたいと思っている。新青年1925年1月増刊房9月、初旬、私は、 D 坂の大通りにある白梅県という常連の喫茶店で冷やし、コーヒーをすすっていた。この店の向かいには古本屋があり、そこの妻が官能的な美人であるため、それを眺めることが目的の一つになっていた。すると、この店で知り合いになった貧乏な書生の青年、明智小五郎が通りかかり、彼もこちらに気づいて店内に入ってくる。そこで二人で、 窓の外を眺めながら会話していたが、その日は目当ての美人の妻は見当たらず、4人目の本泥棒を見るに当たって、いよいよ変だと疑い、二人で古本屋へと入ると、店の奥の部屋に古本屋の妻の死体があった。私が見たところロープで考察されたように見える。警察の捜査の結果、古本屋の主人のアリバイは証明されるが、 死体が発見された部屋の出入り口はすべて見張られた状態にあり、いわゆる英米の探偵小説にある密室殺人であって捜査は難航する。互いに探偵小説ファンである私と明智は興味を持ち事件について推理する。そこで私はあることから明智が犯人ではないかと疑い、推理を披露する。それを聞いた明智はゲラゲラと笑いながら自身の推理を話す。 古本屋の妻には体中に生傷があったが、聞き込みの結果、同じ長屋にある蕎麦屋の妻も同様のものがあると、明智は知ったという。そこからいくつかの状況証拠を組み立て、明智は実は古本屋の妻は飛躍式乗車で、蕎麦屋の主人は残虐式乗車であり、互いの性癖を知った二人は密かに常時を重ねていたと明かす。今回の事件は、 それがだんだんと激しくなり、あの日に望んでいない事故が起こってしまったという。そこに、ちょうど夕刊が届き、社会面を軽く見た明智はこれは奇遇だとして、ある記事を指さして、私に見せる。そこには小さい見出しで、蕎麦屋の主人が自首したとあった。D 坂の殺人事件と、心理試験、屋根裏の散歩者を合わせて、原作とした映画。島田久作の演じる、 明智小五郎は原作とは違って洋服姿である。また前半部で登場するときは頭の毛はもじゃもじゃであるが、後半部に登場するときは生発したものになっている。1998年 R-15 公開。スタッフキャスト江戸川乱歩没後50周年記念作品として久保田昌司監督が、 失恋殺人に続き江戸川乱歩を映画化原作は、明智小五郎のデビュー作で、独身の20代で高等優民という設定であったが、映画はすでに前作から悪探偵事務所を構えている職業探偵となっており、夫人の文世が助手を務めている。事件の捜査は、もっぱら彼女が担当していて、明智の立ち位置は安楽椅子型探偵に近い。明智役は前作に引き続いて、 草野光太が演じたが、文み夫人と波越警部は配役が変更された。また、屋根裏の散歩者のキャラクターである合田三郎を登場させ、明智のライバル的な立場になるというアレンジが加えられている。カラー115分。あらすじ団子坂のアンアパート、東映館に住む、人生に退屈しきった青年、合田三郎は唯一屋根裏の散歩によって、 その変態的な性欲を満たしていた。ある日、偶然、蕎麦屋、鈴木庵の主人と、花咲古書店の美しき夫人、越子との不倫の現場を目撃したゴー田は、彼女に強く心を惹かれるようになる。そんな矢先に、蕎麦屋の主人が受水死体となって発見される。第一発見者は、古書店主人の花咲であった。蕎麦屋の頸部には、縄の跡があり。 警察の並腰警部は自殺だと断定する。しかし、たまたま現場を通りかかった探偵、明智小五郎はその見解に疑問を抱く。花咲古書店を訪れた明智は、そこにゴー田の姿を発見し、その挙動に不審な印象を抱く。明智はまた、越子の腕に、ひどいあざがあることにも気づいた。探偵事務所に戻った明智は、夫人で助手の文代に、事件の調査を指示する。 ふみよはまず、被害者の蕎麦屋の婦人を訪ねることにした。スタッフキャスト正式なタイトルは、D 坂殺人事件名探偵、明智小五郎誕生名探偵名地が挑む、猟奇殺人の謎。闇に浮かぶ白い肌。1992年、富士テレビ系列。2016年1月11日放送、NHKBS プレミアム。D 坂の殺人事件、心理試験。 屋根裏の散歩者の初期作を連続してドラマ化した第一作。シリーズは基本的に原作小説をそのまま朗読、俳優がセリフ部分を演じる形式で、そのため最も原作に忠実を歌い文句にしている。明智小五郎は3作ともに女性である三島光が演じているが、D 坂に登場する大高島の和服姿に、 もじゃもじゃの放発の名地を忠実に映像化した作品は、これが初めてであった和服姿の明智は、江戸川乱歩全宗恐怖危系人間の大木見がいるが、放発ではない。二十面相の娘の明智も和服だが、江戸川乱歩原作ではない。原作で言及される様々な用語や人物名について、字幕や写真、イラストを挿入して解説するという演出が取られた。 アケチコゴロのモデルとなった、神田白達の写真も紹介されている。また、原作通り、モルグ街の殺人、マダラの紐のトリックにも言及されている。D 坂の通りや建物、一部の登場人物は、ミニチュアと人形で表現された。これは、実相寺秋代版、D 坂の殺人事件でも取られた手法である。スタッフキャスト昭和7年当時しかし、キリス、 キャンベル著・チョ・ザ・マインド・オブ・ポー・アンド・アザ・スタディーズによれば、同じ内容のものが1912年10月3日付のワシントン・ポスト・ガミニ・ファクツ・ビハインド・ポー・エス・ストーリーという匿名記事として掲載されたとなっている。キリス・キャンベルは、マリー・ロジェの謎と同様に、エドガー・アーラン・ポーが実在の事件をもとに、モルグ街の殺人を表したとしているが、 トーマス・ォリーブ・マベット・他編のポーの作品集、テールズスケッチーズ、ボリューム1、1831から1842の注釈では、ワシントン・ポスト紙の記事に、ローズの死亡日時が、具体的に記されていないことから、この匿名記事は信憑性に、乏しく、むしろ、ポーの作品からでっち上げたものではないかと、推定している。自作品、心理試験のこと謎の美女。 証拠映画初主演で塗れば、江戸川乱歩原作、D 坂の殺人事件で、オールヌードに挑戦。ありがとうございます。